早速お呼びしたいと思います。皆様拍手でお迎えくださいませ。斉藤匠さんです。どうぞ。失礼します。ここでいいですか。ここで大丈夫でございます。<laughs> すごい。いけにえみたいな気持ちですね。<laughs> はい。まあ、ご最初はあの挨拶という形で。軽く。はい。はい、そうですね。本日はお足元の悪くない中。<laughs> えー 時間を選んでくださりり本当にありがとうございますあのなんかタイトルがすごいギ々しいなと思ったんですけどいろいろ考えたんですよでも他のタイトルふざけてたタイトルばっかりだったんで通ったのがこれだったっていうなんか、ね、授業っぽいですけどそんな内容詰まってないと思うんですけど、まあ、何はともあれ作品を見ていただかなくてはと思ってますのでこの後に立て続けですけどいろんなジャンルのショートフィルムを見て まずは体感していただこうという、えー、今日の機会をいただきましたはい、よろしくお願いしますね、MC 側からでもちょっと見とれてしまうような感じなんですけどもやめてください,い よろしくお願まああの今年はみさん VR だったりドローンだったり本当にショートフィルムの可能性というべくまああのカのね女王と言われる川瀬さんの作品も上映したりとかセミナーをやったりとかいろんな可能性を今模索しててまあミュージックショート音楽とショートフィルムのものあるんですけどみさんがこう例えば来年とかそれ以降こんな企画とかやってみたいな この映画祭でとかかってありますかそうですね、今、本当にこう学生なんかみんな iPhone で映画を撮っているんですよね。ということは、スマホというものを持っている人はみんなディレクターでもある、であのバインとかです、ね、その短い動画もショートフィルムと呼べばショートフィルムだし、多分こう自分の生きてきた人生から見える景色があのそれぞれ作品なんじゃないかなと。 で長編を取るリスクっていうのはやっぱ大いにあるんですけど予算だったりえ経費かかるものがたくさんあってどん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 ビッグバジェットになって,てしまうものだと思うんですけどショートフィルムの,あの今回のタイトルにちなむ唯一のことはあのそういう日常の中から自分が切り取ったものがショートフィルムと呼べるっていうことですかねなので僕イタリアの映画祭のなんかマスコミの前でも言ったんですけどエンドロールが自分一人っていうえ企画を 勝手に考えてそれはもうスマホで撮っちゃおうと思ってあのまあ氷河期が必ずやってくる前提であの金持ちはみんなこう月に逃げてそれ以外の人は地球に残されてあの地下のシェルターで過ごすそのでまあ家族を持つ人間とそうじゃない人間が別れて僕はそのシングルの方を選んだ男っていう設定で、うん。 自撮りをするっていう、あのー。企画を考えてはいるんですけどね。それならまあね。ね送信料ぐらいしかかからないというね。音もつけずにみたいなこともできるじゃないですか。できますね、それはなんかあのー、僕なんかの立場じゃなくても、いろんな方が主婦がね。映画撮っちゃいけないなんていう。うん、あのー、ルールはないんで、そういう意味ではこうね。いろんな型破りなものが。 どん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 採出されるべくなんか時代にあったものな気がしますねショートフィルム自体ははいうんもしその自撮りの長期のもの取、はいうん、られたら皆さん来ていただけますかね、はい、あのやりましょうやりましょうじゃやりましょう無料で送信しますよ <laughs> <laughs> そうですね、はい、<laughs> そうですね無課金取るようなもんでもないと思うんですけどねいやでもすごい楽しみです、まあ、そういう機会はいはい。 じゃあちょっと、はい、まずは見ていただくということで,で、ね、よろしいですか。はい、はい。あの声優をやられたんですよね。今回。声優というかまああの <laughs> あの、まあ、まあ話すと長いんですけど、あのまあ光 TV さんちょっと関わっているんであれなんですけど、部活動っていうサイトをやってまして、日一さんとど、うんンデんさんなんぼ房というね誰も知らないピン芸人と <laughs> あのやってるんですけど、はい、あの失礼ですよねそう。失礼という愛の無知をね。<laughs> ん天にはってるんですあのそこで何かできないかなということで、うんまあ、いろんなことをしてきたんですけどあのまあアフレコアニメというね、うん、ものなんですけど、まあ、これはもう見た方もいるかもしれないんですけどもうひどいですあの <laughs> フォーマットだけあってキャラ設定だけあって僕は4役ぐらいや,やらせてもらってるんですけど、うん、なんかこう無責任にいろんなひ猥いなことをそれぞれに 言ってる台本があるようでないというかノンフィクションといったら聞こえはいいんですけど、まあ、あのまあひどいです、はい、ひどいものを皆さんにこう、ね、こうせっかくのねこう今日という日をここを選んでくれた皆さんにひどいものをまず見てもらうというそこをクリアするとあのあのまたラブレターだったりカーさんのリスペクトだったり、はい、あのちゃんとしたものをお見せするという。 その段階を、ね、いろんなこう段階を持った今回セレクションになりましたね、はい、じゃあ、はい、その順番でご覧いただきましょうかそうですね、ええ、何だったらトイレ行っても一緒ね途中ではい。あでも、ね、本当にこう僕らができることをあの唯一言うんだったらこう作業感というのをなくしましたね<ー>なんか台本頂い,いてそれを、えー、現場がスムーズに えー、どうしたら回るかってことを常に考えていろんなスタッフの方と共演者の方と現場に立ってるんですけどその思いじゃない角度からものを作れないかなという企画ではあるんであの自由度はすごくあると思うので、はい、ただアート性みたいなものはゼロというかマイナスに振り切れてるかなという一つ言うならあの江上さんが描いたキャラクターたちっていうのは本当に愛らしいんですけどそこから卑猥な言葉が連発されるんで。 若い方とか未成年の方いたら耳を塞いでください。特に僕らしき声が聞こえたら帽子もネタなんですみません。先に謝っておきます。はい。さん大丈夫ですか？挨拶そのあたりにっています。もう大丈夫です。もうもう後半ね。<laughs> せっかく井口ゆき監督来ていただいてるのであの終わりで、はいはい、時間を設けたいと思うんで。わかりました。はい、じゃあ一旦ごとあのご対談いただきましょう。はい、じゃ楽しんでください。さはい。失礼します。 早速う、まあ、斉藤さんとそして、えー、ラブレターの監督の井口さんに、ね、ご登場いただきましょうじゃあ皆様大きな拍手でお願いいたしますそれでは斉藤匠さん井口昇監督ですどうぞ失礼します お座り垂れで、ありがとうございます。はい。あ、りがとうございます。はい、大丈夫です。あのさ、ね、二人とも見てたんですよ。僕も監督の後ろで見てて、あ、そうだったんですか。で、終わってここに来る途中で、お互いもうトイレ行きたいって言ってね。そうです。今トイレをお互いトイレ行ってあのお互い今そこであの社会の窓が開いてないからよしって出てきました。はい。こんな感じで、はい。はい、そんな感じです。そん